ットボールマニアの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。コンサドーレ札幌対横浜 F マリノスの試合をお送りいたします。解説は新藤克義さんをお招きしています。新藤さん、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。まもなく選手が入場すると思われます。新藤さん、今日の見どころを一言でお願いします。そうですね、この暑さにどう対応するかが勝負の鍵になると思います。ここで両チームの選手入場です。アウミー、今日は絶好調ですね。今日の注目選手ですよ。今、試合前の記念撮影が行われています。現在、札幌のスターティングメンバーをご覧いただいております。そして、F マリノスの先発メンバーをご覧ください。さあ、試合開始です。ビジュ、それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはコンサドーレ札幌、佐藤、大森、夏田、森、ビジュ、野々村、キャプテンマークをつけています。アウミー、田淵、山瀬、ウィル、バンド。続いて横浜 F マリノス、川口、鳩、松田、小村、上野、田中、遠藤、石川、中村、城、田原。ボールは中央へ。鳩、10分経過。前へ、城。仕掛けます。折り返した。ハイボール。田中、シュート。シュートコースがありませんでしたね。新藤さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。札幌はサイドを積極的に使うべきですね。はい、どうもありがとうございました。いいですよ。落ち着いてパスを回す。ビジュ、中村、田原、アウミー、させません。田中、惜しかったですね。山瀬、バンド、上野、遠藤、上野、遠藤、中村。今のはどうでしょうか。流します。遠藤、中村、田原、後ろに下げます。攻撃のリズムを変えてきます。バックパスです。鳩、ペースを作ります。前にはたいた。仕掛けます。バックパス。相手の出方を探ります。綺麗なパスが回ります。もうほとんど時間はありません。主審、時計を見ています。前半戦終了です。前半戦のダイジェストです。さあ、前半15分。悪くないですね。さあ、もう一度見てみましょう。
ここまでの途中経過をお伝えします。後半戦開始の笛です。札幌、ここまでの劣勢を挽回できるのか。ゴールを割らせません。シュートに行ったのはジョー、大森、夏田、森、野々村、田淵、サイドを駆け上がります。低いボいいですよ。中村、田原、仕掛けます。一旦戻して大森、前に送る、一旦下げてアウミール、札幌、さあ前に何人いるんでしょうか。プレッシャーを与えます。時間をかけずに攻めたいですね。ピンチ、中へ折り返す。ウィル、ボールを下げました。短くつないでコーナーを得ました。これは惜しい。ここで選手の交代です。さすがに前半飛ばしすぎたのか、答えたようですね。さあここで鳩、遠藤、縦に出します。ワン、ツー、これは危険なタックル。キーパーが壁の位置を指示し、ズバッと打った。これはゴールキックでしょうか。助かりました。得点を確認しましょう。得点は0対0。先に試合を動かすのは一体どちらでしょうか。山瀬、中央だ。チャンスですよ。おいおいおい、よし、来た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 、ゴールゴールゴール。このまま終わってしまうのか。今のリプレイ出ますか。横浜 F マリノス、最後まで攻めるしかありません。中村、遠藤、試合終了です。コンサドーレ札幌、なんとかゴールを守り抜きました。後半戦のダイジェストです。まずはこのシーン。後半8分。しかしこれは危険ですよ。ただいまのシーン、別の角度からご覧ください。ではこれはいかがでしょう。後半24分。悪くないですね。後半28分。
中盤が下がりすぎていますね。後半34分、これはよくしのぎましたね。続いてこのシーンです。後半41分、これはもったいないぞ。今のプレー違う角度からご覧いただきます。後半ロスタイム、バンド狙った。ただいまのシュートを別の角度から見てみましょう。それでは新藤さん、試合について振り返っていただきましょう。はい、非常に緊張感が高く時間を感じさせない内容だったと思います。ありがとうございました。ウィル、彼の今日の出来はいかがでしたか？ええ、今日はちょっとミスが目立ちましたね。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は新藤克義さんを迎えてお送りしました。新藤さん、ありがとうございました。失礼いたしました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。